はい。で、まあ、今回ですね、ヤリス乗って、もう一つね、思ったことがありまして、それは、まあ、この IDCG ね、このシステムも、全然捨てたもんじゃないなっていうふうに思いました。まあ、特にその、峠道の上りとかのね、燃費が、まあ、フィット3ハイブリッドと車重を考慮したら、まあ、その位置エネルギーが関連してくるんで、峠道走行だとね、車重をかなり考慮する必要があるんですけど、まあ、それ考えると、まあ、フィット3ハイブリッドをもうね、十分検討してるかなっていうふうに思うので、まあ、条件、悪天候だったっていうのはあるんですけど、まあね、そのポテンシャル的なところでは、やっぱ ITC でもね、結構高いよなっていうふうには思いますし、まあ、エンジン自体のその効率っていうのは、そこまで大きな差はね、トヨタのエンジンとホンダのエンジンでないかなっていうふうには思いました。高速走行とかでも、まあ、その辺はやっぱりね、まあ、フィット3ハイブリッドも十分検討してるっていうところで、まあ、この IDC ではね、やっぱりポテンシャルは結構高いなっていうふうに、ヤリス乗っても思いましたけど、まあ、いかんせんね、この制御をどうにかしないと、全くダメなので、この車を、私ね、結構買った当初は、すごいいい車だし、いろんな人に乗ってもらいたいと思ってましたけど、今は、もうこの車ね、乗る方はかなりの覚悟を持ってくださいっていうふうに思ってます。まあ、この IDCD の EV ならない病とかの話をすると、やっぱりね、ハイブリッドはトヨタの方がいいですねっていうようなことを聞くんですけど、まあ、そのバッテリー満充電近くまでするっていうポンコツ制御してるのはこの IDCD だけなんで、 IMA も IMD、EHEV もね、そういうヘマはしてないので、ホンダのハイブリッドがだからダメだっていうふうには、ね、してほしくないですね。 IMD とか EHEV は制御は真っ当な制御をしてるんで、まあ、その辺はね、単純にこの IDCD だけだというふうに思っていただいていいです。まあ、制御がダメなのは IDCD だけですね。というわけで、まあ、前とはね違って IDCD の布教活動っていうのはもう最近はやめてるんですけど、ただね、この車乗ってほしいなって思うのはやっぱ技術系の方とか、あとトヨタの技術者の方とかね、この車乗ってほしいなっていうふうに思いますね。本当にハードは優秀です。で、その変速の制御とかっていうのはかなり磨き上げられてるっていうのもあるので、充電の割合とかは全然変えないっていうところ、まあ、バッテリーの SOC を適正に保つっていうところに関しては本当に無能なんだけど、それ以外の変速の制御とかっていうところではかなりね磨き上げられてるなっていうふうなのを感じますから、まあ、その辺はね、マイナーチェンジでハードが変更されてるというところからもね明らかなんですけど、まあ、そういったところね、まあ、ちょっと他のね、メーカーの開発の方とかで乗ってもらうとね、発見があると思いますし、なかなかやるじゃんっていうところと、本当にダメだっていうところのその落差がね、すごい大きすぎて、ちょっと本当に面白いっていうぐらい違うんですよね。その辺のことはね、ちょっと他のメーカーの開発の方とかね、乗ってもらうと、なかなか発見があるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとはね、この車のすごくいいところは、これは万人受けする意味でもね、いいところは、まあ、メーターですね。このメーターがね、やっぱりいいですよね。いろいろ表示できるタコメーターもあるし、瞬間燃費も結構ね、これ見やすいですよね。で、累計の燃費、これもね結構いいと思いますし、まあ、エネルギーモニターもね、これは、まあ、トヨタがパクるくらい、まあ、パクってるのかちょっと分かんないですけど、ね、かなり見やすいですから、まあ、このね、インターフェースはすごくいい。あと、前に言ったこのパワーインジケーターの話ですね、回線側に結構触れるっていうところも、すごく、個人的にはいいんですけどね。まあ、このメーターはね、すごくいいなって思うんで、まあ、IDCD 車はね、全部そうなんですけど、特にフリードは、いいですよね。まあ、フィットのメーターもすごくいいんですけど、フィットはね、一つだけちょっと個人的に気にならないところがあって、それはあのタコメーターの、ね、表示ね、2000回転下があんまり表示されないんで、まあ、その辺はベゼルとかはね、表示されるんでいいんですけど、ちょっとフィットのメーターと比べても、このフリードの方が、まあ、タコメーターの情報に関しては、よりね、詳細がわかるかなっていうところですね。うん、だからこの車本当にね、いいところと悪いところがすごくはっきりしてる。悪いところの数はね、かなり少ないけど、でもバッテリーのその満充電近くまでしちゃうっていうのがとんでもない大きな欠陥だと私は思ってるんで、
まあ、その1点で大幅減点なわけですね。それ以外がすごくいいんだけど、その1点だけで、まあ、EV にならないのも含めて、ね、そのバッテリーを満点近くまでしちゃって回生ブレーキが効かなくなっちゃうようなことが普通にあるって、平地でそんなことが起きちゃうっていうのは、もうこれは大幅減点なんで、本当にこれを直す気がないっていうホンダに対してはすごく憤りを感じるし、本当にね、これだけのせいでこの車の価値は相当私の中では落ちてるので、もうこんなもんは一般受けはしないし、まあ、多くの人に勧めたいとはもう全く思わないので、絶対にフリードハイブリッド、シエントハイブリッド悩んだら、普通の方だったらシエントハイブリッドをお勧めします。フリードハイブリッドを買うっていう方はもうよっぽど覚悟を持ってください。バッテリーを満充電にしないぞ、バッテリー残量をよく見て走って効率よく走るっていう意識がある方だったら IDCD ですけれども、そうじゃない方はもう絶対的にシエントハイブリッドをお勧めします。はい、ということで、まあね、そのヤリスに乗って、IDCD のポテンシャルの高さっていうのを感じつつも、この制御の無能さっていうのを改めて認識しました。はい、で今日はね、30キロ走ってきましたけれども、ちょっと途中でバッテリーが満タン近くまでなったりしてフル加速とかってしたんですけど、こう、まあ、このままでもちょっと走って、あとですね、今日は給油をしたいと思います。これ給油してからの走行距離 959.7 キロってなってますけれども、まあ、これでね満タン法で測って、まあ、実際この燃費計の表示と実燃費の差っていうのをね確認してみたいと思います。はい、33.9 リットル入りました。ということで、973÷33.9 をするとリッター 28.7 キロというふうになりました。まあ、表示だと 30.6 だけど実際は 28.7 キロと。ちなみにこの誤差の割合ですねは、まあ、6.2% ぐらいですかね。はい、ということで、今回はヤリスに乗っていろいろ感じたこと、燃費計と実燃費満タン法での差についてレビューさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。